こんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。 LGBT 雑談、今回のテーマは、私は〇〇っぽいと言われました。こんなお話で、やっていきたいと思います。改めて、私は生まれつき、目が不自由な視覚障害者です。近くのものが見える程度の弱視です。そして私は、トランスジェンダーであることを2年ほど前にカミングアウトして現在に至っています。体は男性ですけども、心が女性というタイプです。で、私は〇〇っぽく、〇〇っぽいと言われましたっていうのが今回のテーマなんですけども、〇〇の中に皆さんはどんな言葉が入りますか？あるいはどんな性別がこの言葉には当てはまるでしょうか？どうでしょうかね。はい。で、私はですね、2年ほど前にカミングアウトしてですね、今に至っているというわけなんですけども、私カミングアウトする前の出来事です。ふとね、私姉がいるんですけども、姉に言われたことがありました。〇〇、この言葉の中にね、どんな言葉が当てはまったかっていうとですね、あんた猫っぽいねって言われました。これは、なんか私のなんか寝方、あの寝てる時の格好っていうのかなとか、あと私のこの普段の仕草とか、それを見た姉がなんか猫っぽいね、やっぱり虎年だからかなとかっていうふうに言われました。確かに私虎年なんですよ。なので、確かに猫っぽいのかな、も 猫っぽいところがあるのかもしれません。まあ、猫ちゃん好きだけどね。はい。そして、別の人には、私こう手をね、あまり私自分の手って自信はないんですけども、でも人にね言われたことがありました。なんか優しい女の子っぽい手してるねって言われたことがありました。まあ綺麗な手だねっていう意味だと思うんですけども、でも私、まあその時カミングアウトする前だったんですけども、ひっそりこっそり私心の中でその猫っぽいとか女の子っぽいっていう風に言われて、すごく嬉しかったんですね。それは私のこの体の性別ではなくて、心の性別の部分を、なんか私はまだその時は自分のことを告白する前でしたけども、少しでもなんか自分の内面の部分をなんか人が褒めてくれたっていう、猫っぽいとか女の子っぽいとかっていうように言われたことがすごくすごい嬉しかったんですね。で、改めてねカミングアウトして、自分自身のことをねさらけ出した後に、その話をその姉とか、その他の人にね言った時に、すごくあの時は嬉しかったんだよというふうにね、改めて私からね伝えることもできました。この〇〇っぽいという言葉、まあ、性別でねお話しすると、まあ、男っぽいとか女っぽいとかっていう言葉が当てはまると思うんですね。でも私よくお話ししているのは、あくまでもこの男性とか女性っていうのは、性別、体の身体的な性別としてはね、この2つの言葉をよく使いがちですけども、まあ、実際にこの、まあ、体もそうですし心もそうですけども、性別っていうのはこの男とか女っていう、この2つには分けられない、この境界線がない、もっとこのグラデーションと同じようなものだと私は思っているんですね。だから10人十色という言葉がある通り、10人いれば10通りの性別があっておかしくないと思うんですね。で、男性でも女性的な人もいるし、女性でも男性的な人がいる。だから男でも、ガーリーな人、女でもボーイッシュな人がいると同じように、この性別のこの垣根っていうのは、ない壁というのはないんじゃないかなと私は思ってます。なので私自分自身は、体は男性で心は女性というふうに言ってますけども、まあ、私が心で感じている性別を体の性別と私一致はさせてはいませんし、一致したいとまで私は思わないタイプです。ですけども、心と体の性別を一致させたい、戸籍も変えたいし、手術して体も変えたいというふうに願っている人ももちろんいるわけで、その考え方っていうのも人それぞれだと思うんですね。まあ、ちなみに私の場合はどちらかというと、まあ、私は確かに体は男の子として生まれてきましたけども、気持ちはずっと女の子であるということで、どちらかというと私はまあ女性的な、まあ、男性っていう表現なのかななんて思います。なのでこの〇〇っぽい、男っぽい、女っぽいっていう言葉が当てはまると思うんですけども、まあ別に私は別に女っぽいとか女の子っぽいとか、まあ全然私は逆に嬉しいです、そういうふうに言われるとね、と思います。で、まあ
何々らしく、〇〇らしくっていうね言葉もよく使うと思うんですよ。男らしくあれとか女らしくあれとかって。でも今の世の中にはもうこういう言葉はね全然適さないというか、もう時代遅れというか、確かに例えば九州男児なんていう言葉があると思うんですね。だから九州のねあの方で、あのトランスジェンダーの方はすごく人一倍多分苦労してると思うんですよ、気持ちの面でね。トランスジェンダーである人が、九州の方で、あのもしねその自分自身のことを告白するときに九州男児なんていう根強い言葉があるとね、なかなかこの大きなハードル壁だと思ってしまうのはよく私もね分かるんですけども、まあ、今の時代はもうこういった何々っぽいとか何々らしいっていうこういう言葉っていうのには性別を当てはめちゃいけない時代だなと私は思っています。一番いいのは男らしくとか女らしくっていうのは確かに大事かもしれませんけども、一番大事にしてほしいのは自分らしく、自分らしさっていうのが私はすごく大事だと思っています。ですので私は2年前にトランスジェンダーであることをカミングアウトしてですね、ずっと秘めてる思いをねあの表に出すってすごくまあ勇気が言ったことなんですけども、でもこれをね、乗り越えた今もう安心してというか、全然ね、自分自身がこうであるっていうのをね周りの人には遠慮なくさらけ出していますし、これが男とか女とかではなく私らしく自分らしくっていうのがこのスタイルなのかなと私は思ってます。はい、というわけでね、今回は〇〇っぽいとか〇〇らしくっていうこの〇〇っていうところにね性別が当てはまると思うんですけども、その言葉についてねちょっと私なりに、気持ち思ってることをねお話しさせていただきました。皆さんもねぜひねこの男らしくとか女らしくっていうんじゃなくて、ぜひね自分らしさ、自分らしさを見つけていっていただければいいなと思いました。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。この度 YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。